超ユンファ香港ニューウェーブは1970年代後半低い今までの何人かの若い香港に映画の映画作家の草分け的存在に対する包括的な用語。両蝶糸秋恋香港ニューウェーブと呼ばれる映画監督の多くは海外の映画教育プログラムに学び成功したテレビドラマ界のテリトリーでの経験を持っている。中でも最も特筆すべき人物は スイハーク、アンホイ、パトリック・タム、イムホー、アレン・フォンである。このニューウェーブは、現代香港のアイデンティティと共に映画を創造することにおいて、そして第二次世界大戦から1970年代にかけての大半の住民の関東語使用において、重要な要素である。映画産業はそれまで、伝統を継続する中国映画に導かれており、それは、ほとんどが、 北京語を使用した作品であった。ニューウェーブの機種たちは、当時の香港映画のメインストリームと比べて、技術的に大胆であった。ロケーション撮影と、同時録音の使用を好み、見た目や感じのラフさを探求した。それ以来の香港映画において、走り回る本物のロケーションの、生き生きとした、使用、窮屈な都市スペースは彼らの遺産のうちの一つだ。 彼ら作家たちは、大衆的なジャンルの見直し的探求を特に、使命とした。例えば、スリラー映画1979年、あるいはパトリック・タム監督の、挨拶1981年、マーシャル・アーツ1979年、あるいはパトリック・タム監督の、名剣1980年、犯罪映画といった作品である。犯罪というカテゴリーは特にやりやすく、 リアリズムを用いた実験と社会へのコメントをジャンルという装飾で包む戦術が発揮できた。香港ニューウェーブは人間関係や家庭問題、家族の存在についての個人的なドラマも生み出している。また、停滞い政治的な作品、アンホイ監督の傍教はベトナムのコミュニストの荒々しい肖像を提示している。一方、広い目で見て、 コミュニスト中国を鑑みての香港の不安のアレゴリーであると言える。他に香港ニューウェーブの代表作として、アンホイ監督の獣たちの熱い夜はある、機関兵の記録、レオンポーチ監督の風の輝く朝に、ツイハーク監督の食山木、風天空の剣、北京オペラブルース、ジョンウ監督の男たちの晩カなどがある。 香港大衆主義の映画の中にアートフィルムの小さなニッチを切り開くのに貢献したが、ほとんどがメインストリームに吸収され、一つか二つの範囲に流れていった。ジョン・ウーハット・テオ、スティーブン、香港・チネマ、ザ・エクストラ・ディメンションズ、ロンドン、ブリティッシュ・フィルム・インスティチュート、1997 ISBN、ISBN 0851705146、ボードエル。 デビッド、プラネット・香港、ポピュラー・チネマ・ザ・アート・オブ・エンターテイメント、ケンブリッジ。MA、ハーバード・ユニバーシティ・プレス、2000、ISBN 0674002148。ありがとうございます。